はい、というわけで準備していきたいと思います。まずこちらでカレーを作りたいと思います。沸騰するまで待ちます。こちらではオムレツを作っていきたいと思います。というわけでこちら沸騰したのでルーを入れていきます。でルーを溶かしていきます。とろみを出したのでこちら水溶き片栗粉を入れていきたいと思います。カレーの方が沸騰してこちらとろみも少し出たのでカレーはここで終わりたいと思います。こちらスーパーで購入した、デカチキンカツを、オーブンで温めていきたいと思います。次の作業はこちらでオムレツを作っていきたいと思います。軽く油をで切って、まず1枚目。はい、というわけでこちらの器に盛り付きます。2枚目も焼いていきます。若干崩れた。よし。はい、というわけでこちら完成したので食べていきたいと思います。はい、というわけでこちら準備ができました。今回食べるのはオムカツカレー、総重量5キロをカウントアップで何分で完食できるか挑戦していきたいと思います。
それでは頑張ります。予定していた重量が 4.5 キロだったんですけど、思った以上に量が増えて5キロになりましたね。とりあえず完食目指して頑張ります。すごい。スタート。いただきます。まずカツからいくか。カツ、うん、うまっ。ご飯も食べるか。うん、まそう。うん、最高。うまいな、やっぱ。ゴールデンカレーのルーを使ってるんですけど、めっちゃうまいです。うん、最高。中は保温されて熱々。
はい、というわけでここからいつものように早送りで実況していきたいと思います。今回はオムチキンカツカレー総重量5キロを何分で完食できるかカウントアップで挑戦しています。内容量はご飯 2.5 キロ、オムレツ1キロ、カツ 500g、ルー1キロといった内容になります。比率が固形4キロと液体が1キロっていう、まあ、1の割合なのでかなりハードな内容になっていますが、完食目指してゆっくりと、着実に食べて進めています。制限時間ありだと序盤はガツガツと食べつつ、中盤になって演技力が落ち水で流し込むスタイルになるのですが、今回は制限時間がないのでなるべく水を使わずに早く完食できるようにしています。なのでかなり時間はかかりそうですが、こっちの方が安定に完食はできそうですね。味に関しては、カツはボリューミーかつ食べ応えのあるカツで、ルーが、ゴールデンカレーの中辛のルーを使って、これが、簡単に作ることができ、カツと、オムレツ、まあ、ご飯もう全体的に最高の組み合わせでしたね。まあ、美味しく仕上げることはできましたが、今回は5キロといった、完食できるかのチャレンジになるので、後半からはしんどくなりますが、最後まで美味しく完食できるよう頑張りたいと思います。ここまで、水を使わずにだいたい半分ぐらい完食はしてますね。水を使わずに行くと、もう口の中に滞在している時間がかなり長いので、きつい感じには見えますが、まだ入る余力はあるので、完食目指して頑張ります。残りがだいたい3分の1ぐらいなので、気持ちにはだいぶ余裕はできましたが、ここからがかなりしんどいところなので、最後まで気を抜かずに食べ進めたいと思います。ここまで水をほぼ使っていなかったので、残りもわずかとなったので、ラスト水を使いつつ完食を目指して最後まで頑張ります。ここ最近限界系の完食できるかチャレンジをしていて、目標は7キロ完食できるよう頑張っています。なので、まあ、近々、まあ、6キロ超えとかのデカ盛りを作って、チャレンジするかと思われるので、まあ、今後も引き続き、まあ、7キロ食べれるよう頑張りたいと思います。
様でした。はい、というわけでこちら無事何とか完食になります。タイムの方が90分13秒で何とか完食することができました。やはり5キロのデカ盛りになると1時間以上は普通にかかってしまいますね。まあ物によっては30分とか15分とかで、まあ5キロ食べれる食材もあるんですけど、まあ基本的にそういうのはもう水分だけっていう感じなので、まあ、今回は固形物がだいたい4キロぐらいかな、4キロ弱ぐらいで、カレーとか、まあ、ソースとかは1キロちょっとなので、まあ固形の割合が今回多い形で、まあ、5キロのデカ盛りになって、完食は90分かかりましたが、なんとか無事完食することができました。まあ序盤はね、とてもチキンカツも食べ応えがあり、サクサクで美味しく、まあ、カレーもコクのあるカレーで、まあ、オムレツも、まあ、少し硬かったですが、まあ、美味しかったですね。まあ、後半は、まあ、お腹も膨らんで、まあ、演技力も落ち、かなり、まあ、苦戦はしましたが、なんとか時間をかけて完食することができました。ごちそうさまでした。